はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。滝沢様、誠治様、お手紙いただきました。ありがとうございます。大谷様、アルフィットちゃん様、ゴンザレス様、ビバタ様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。株主が11人しかいない非上場の河野一族の同族会社日本端子がですね、中国で元気に3つの子会社を展開中。これを受け、河野一族中京の犬とブログに書いたら、河野太郎に訴えられた裁判の進捗報告であります。5月14日裁判官と双方弁護士による河野太郎裁判第2回事前協議開催、まあ非公開なんですけど、私も行けなかったんですけど、部外者じゃないですけれども、私も呼ばれなかった。非公開協議、2回河野側本人尋問は必要ないので申請していない。これ河野太郎の証言ですよ。証人として河野太郎が出廷するのは必要ないので申請していないとか、ふざけたことを言い出したそうであります。東方側の弁護士さんはですね、数多くの名誉毀損裁判を経験してきたが、本人尋問がなかったことは一度もない。原告本人が出てこなかったこと、法廷に出てきて何かを述べなかったこと一度もない、名誉毀損裁判で。先生は、荒木田先生は80歳オーバーで経験は十分以上であります。裁判官、本人尋問せずにどうやって本人の精神的損害を証明するのか。河野側弁護士、言葉に詰まっていた。そうであります。まあ、河野太郎が証言拒否している、法廷に出てきたくねって嫌がってるってことですね。っていうことがあったと報告受けました。あちら側はどうしてもですね、太郎本人、大臣本人を法廷に立たせたくないんだな、あるいは本人が嫌だよ俺って言ってるのかもしれないですね。さすがに現職大臣が法廷で証言ってことになったら、テレビも新聞も報道せざるを得ないんじゃないのか。今は中共の犬同士、報道しない自由ってことで必死にかばってますけどね。こちら側はもちろんですね、大臣本人を法廷に引きずり出したいですよね。テレビカメラ何台も並んですごいことになるんじゃないか。バシャ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 。名誉毀損裁判で原告が法廷に出てこないってことがイレギュラーらしく、そんなこと一回もないって荒木田先生も言ってるし、裁判官もそれに同調している様子であります。太郎側弁護士は困った困ったって頭抱えてんじゃないでしょうか。河野太郎出廷の時は、引きずり出せたら、傍聴率の倍率すごいことになりそうですね。あとはテレビの報道もすごいことになりそうだな。さらに東方側、現職大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴える期待とも、述べたそうであります。っていうか史上初ですもんね。期待どころか史上初ですもんね。裁判官3人のデラックス裁判に変化したし、裁判所もこの件持て余しているようで、どうしていいか分かんないようで、2回までで次は裁判って聞いていたんですけれども、事前協議ね、事前協議は2回までで次は裁判って聞いてたんですけど、もう1回やることになっちゃいました。なんでいつまでかかんねんと。次6月21日にやはり非公開で、第3回事前協議開催予定であります。それと裁判官が、こちら側が提出したですね、思い上がったクソ野郎は無罪、東京高裁が出した判例に食いついていたそうであります。令和の大石明子はですね、ジャーナリストの山口さんを罵った裁判で、高裁がですね、いやークソ忙しいって表現もあるしって、歯切れの悪い理由で無罪にしちゃったけんね。まあ裁判所の頼ってるんで令和の味方なんでしょうけどね。裁判官この判例知らなかったようで、え、そうなのって感じでした。だったそうであります。これ最近のことなんで、判例集、裁判所の判例集にまだ反映されてない
そうで、まあ、裁判官もネットずっと見てるわけじゃないしね、クソ野郎が良くて犬がダメってどうなったんだ、中共の犬っていうのが気に入られて訴えてきてるけど、クソ野郎がいいんでしょみたいな考えに至ったのではないかと思われます。今後の裁判の進捗状況は報告していきます。で、あの荒木田先生の心証、じゃなくて、まあ、推測じゃなくて会ったことだけ言うとですね、裁判官が私に会いたがってるっていう、なんでやと思うんですけど、私もあの事前協議に呼ばれたりするのかな、特別に、ちょっと思っております。選挙妨害容疑で幹部3人が逮捕された、翼のと続報。警視庁さん、2006年の近未来通信巨額詐欺事件以来18年ぶりに特捜本部を設置してしまう、特別捜査本部を設置してしまう、18年ぶり。逮捕容疑以外の行為や選挙後に個人宅へ凱旋するなど多数の被害届が出ており、全容解明に努める。運転手やカメラマンなど逮捕された3人以外のスタッフについても捜査する方針で、ありまして、一気に逮捕者増える可能性ありますね。世論です。あらまあ組織的犯罪ですな。特別捜査本部ができたんだから軒並み芋づる。自民党じゃないと警察も仕事が早いね。これあの裏金を皮肉ってんでしょうか。とりあえず公民権停止で、再生数目当てとしても逮捕じゃコスパ悪い。岡田斗司夫さんも言ってたの、有名なの簡単だというね、あの人殺せばいいんだみたいなことを、言ってた気がする。あんな行為が合法になってしまったら大変なことになる。一律で覚醒器禁止って法整備しとけ。どういう脳の異常なのか検査が必要。精神鑑定ですか。とっくに公安監視対象になってんだろうなーって、あらあらって、あの面白半分で翼に同行して騒いでた人も、断ると逮捕される任意事情聴取ぐらいありそうですね。任意っつっても任意じゃねえからね、これね。警察署にあの引っ張ってくれてね、事情聴取って言ってもですね、昼飯挟んで6時間ぐらい、やいのやいの聞かれると、それだけで苦痛ですからね。翼の映像を撮ってですね、自分のチャンネルにアップしてた YouTuber さんたちも動画削除しといた方が無難ですぞ。ツイッター関連もあの翼の行為をツイートしたものは危険ですよ。たとえそれがですね、あの批判目的でも削除しておいた方が無難であります。任意事情聴取でも6時間もやられちゃうとこっち参っちゃうからね。特捜部ができたイコール朝から晩までそれ専門に調べる人員を複数名確保したってことで、追及のスピードが大幅アップですね。これはあの被害届多くて調べること大量で、普通普段の業務みたいに片手間にいろんな仕事を並行してやるっていうの無理だなって判断したんだと思います。なんでこんなに警視庁が本気になったかっていうと、一つ考えられるのはですね、信濃町学会本部抗議外線、これで怒った公明党が警視庁にやいのやいのを言ったんじゃないですかね、知らんけど。にしてもちょっと思ったのが、金曜日の朝逮捕されたじゃないですか。そうするとその日はですね、ごた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 、まあ留置場に入れられて、まあ便所の使い方とか教わって一日ほっとかれんですよ。多分あいつら独房で畳しかないで、ちっこいタオルしか持ち込みできない、何もないとこでゴロゴロしてるしかないね。で、土日でしょ、土日も何にもないから、あの刑事調べとかあれば気が紛れんですけど、何にも話しかけられずにほっとかれっからね。合計金土日で3日間ですか、取り調べもなく畳の部屋に、ほっとかれる、一人ぼっちで、スマホもパソコンもなしで。これ聞くと思いますよ、私。ふてぶてしくダブルピースので連行されてったみたいだけど、今頃もう旬となってんだねえのかなって、思いますよ。福島、栃木、群馬、長野県の過疎地域で
連続押し込み強盗を働いていたベトナム人逮捕。まあ多分不法滞在者でしょうね。国民民主玉木代表、うちの年老いた親も田舎に住んでるので心配になる。過疎地域での外国人による犯罪対策を強化すべきだ。不法残留は厳しく取り締まってもらいたい。パヨ界隈ギャオーン。加山里香、投稿を削除しろ。蓮舫、外国人と特定し、あえて外国人への警戒心や敵外心を煽るな。なるほど、外国人が言うと説得力ありますね。米山隆一、外国人による犯罪対策と特定するのは非常に差別的。だって今回ベトナム人使ってんじゃん、捕まってんじゃん。ああ、外国人による犯罪と特定するのは差別的って、今回のことを言ってんだからちょっと的外れですね。初鹿昭弘、ミョンパク、外国人か日本人かは関係なくないか。この人ですね、あれです。なんか女優の卵にいやらしいことやって議員辞めて、今は韓国雑貨店かなんか経営してんですけど、普通の日本人韓国雑貨店やろうって思いつかないよな。まあ、こいつら言ってること意味わからないし、ですけど、まあ、悔しいのはわかりますね。世論です。いつもの人たちか。わかりやすいな。群がりすぎじゃね。早速反応する特定外国人たち。外国人犯罪対策しようって言ってるんだけなのに、なんで切れてんの？あっち系のオールスターで笑った。自分が住んでる国の治安悪くなって喜ぶは、スパイぐらい。加山里香って最近名前とか聞かないと思ったら、過疎地域で生活してたの？北の大地の診療所にいると思う。4匹目誰？チャック初鹿は久しぶりに見た。チャック初鹿、チャックを下ろしてですね、女優の卵の頭を押し付けたってですね、下半身に押し付けた。週刊誌報道されてしまいました。で、それでついたあだ名がチャック初鹿、で、米山はハッピー米山、ハッピーメールとかいう、サイトで女漁ってた。ハッピー米山、チャック・ハツシカ、中指姫、加山里香、蓮舫は二重国籍とかまあいろいろありますね。二つ名が多すぎる。試験ですけど、まあ外国人犯罪対策を強化すべきだ。普通の日本人なら全くその通りと思うんですけど、パヨカヤはやっぱり脳みそ回路が普通じゃないようで、群がる。昔から私の持論ですけど、日本人が外国人に加害された事件は侵略とみなして別格の刑罰を与えるべきって昔から思っております。頼んでもねえのにわざわざ日本に来やがって日本人に被害を与える危険な侵略者ですよ。侵略とみなして侵略罪っていうのを新たに作るべきなんだよな。今日の単身です。ネット配信を NHK 本来業務に掲げする法改正を受け、 NHK スマホやパソコンを持ってるだけでは課金しません。今のところは声明発表、どうせなし崩しにされる、今はそういうしかないわな、でも狙ってんでしょなど、 NHK に対する不信でいっぱいでありました。掲示板は割安な白黒放送契約はなくしませんつってなくした前科があるんで全く信用できません。カラーテレビが世間に出回り始めて、今まで白黒契約よりちょっと高めのカラー契約っていうのを始めたんですよ。でね、割安白黒契約なくしませんから、ずっと2本立てでいきますからって、言ってた NHK がですね、いつの間にか白黒契約なくなってカラー契約に一本化したって前科ありましてね、もう今からですね、受信料は NHK 存続負担金とか言い出して見てようが見てまいが金取る下地作ってますしね、スマホ持ってるだけで金取れるような匂いしたら NHK と総務省に阻止行動しましょうね。抗議凱旋とか抗議デモとかね。自衛隊レーダーの障害となりそうな風力発電施設建設を規制する法案可決成立。よかったよかった。共産党などは反対。書いてないけど令和と社民ですかね。防衛妨害活動に余念ありませんね、中国とのためにね。中国と北朝鮮のために防衛妨害活動余念がないですね。立憲は賛成したそうです。そんなにね、立憲と共産の考えが違うんじゃ選挙協力なんか無理なんじゃねえの。共産がですね、候補引っ込めるから協力するから当然したらおこぼれよこせって甘い言葉をかけてきてもですね、無視した方がいいんだねえのこれ。候補引っ込めるのもですね、金欠で選挙戦えないって、だけかもしんないしね。
自民党当初2030年を目安としていた最低賃金1500円達成目標を前倒しすべき提言書を提出しました。都内ファミレスでもですね、夜間1500円なんて部署見ます。1600円なんてとこもあります。無理なく1500円にできるのは2030年ぐらいって見通しが甘かったって素直に認めろと。デスクトップパソコン滅亡しそう。昨年売れたパソコンのうち初めてノートパソコン率が 90% 以上になってしまいました。デスクトップは10分の1、ノーパソの10分の1ぐらいになってしまいました。ノーパソもですね、14型以下の小さい手頃なものばっかり売れているようであります。これ皆さんタブレットで慣れちゃって小さい画面に慣れたのかな。皆さんのパソコンはデスクでしょうかノートでしょうか、コメントで、教えてください。まあ会社なんかは1円でも安いデスクトップがいいよね。モニターも継続して使えるしね、キーボードとかね。あとは拡張性の問題で、ゲームやったりですね、映像の仕事してたりで性能のいいパソコン欲しい人はやっぱ拡張性、メモリーいくらいくら足せます、増やせます、ハードディスクもこんだけ増やせますっていう風で有利なデスクトップ選びますよね。各有私は Mac のデスクトップと Windows のノートブックを1台ずつ持っております。の Windows のノートブックは乗り換え中で、ちょっとまだまだ YouTube ぐらいしか見れてないですけども、性能はこちらの方が断然いいであります。収支報告つけるのにやっぱ Windows の方がいろんなアプリがあるということで、乗り換えたいんですけども、まだまだ止まってて、古い古い Mac のデスクトップ未だに使っているっちゅう現状にちょっと不安を覚えております。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。私のチャンネル登録しないで見てる人多いよって YouTube さんに言われちゃったんで、皆さんもチャンネル登録せずにですね、でも毎日のように見てるわなんて方はチャンネル登録してくださいよ。よろしくお願いしますよ。メール登員さんも大募集であります。デトックスジャパン